皆さんこんにちは、オルタミチャンネルのお時間です。おい渋谷ジャパンです。はい、ということで今回は大変長らくお待たせいたしました、はい、プレゼント企画の当選者発表をしたいと思います。声が出てないじゃん。声が出なくなっちゃった。今回は当選者発表なんですが、いいんですよ。ごめんなさいね、皆さん。なんか飲めよ、なんかガラガラになっちゃった。すいませんけど、ということで今回もね、たくさんの方に応募いただきまして、はい、ありがとうございました、本当に。ありがとうございます。応募総数がなんと、はい、3076名。今回1名様ってのは、なんか申し訳ないですよ、こんなにね。確かに、ね、もっとみんなにね、あげたかったんですけどね、はい、今回用意したのが1つだってことで、はい、今回の当選方法なんですけど、はい、今3076名の方のリストが、はい、ここのパソコンの中に入ってます、はい、これをスクロールしてピタッと止まったところ、はい、そこの方が当選という形に、うん、させていただきたいと思います。はい、ということでどっちが選びますか。じゃあ、まあ UFO キャッチャー、はい、だったので僕の方から。そうだね、はい、じゃあ渋谷ジャパンがね、厳選にこの中の一人をお選びさせていただきたいと思います。はい、当たりますように。じゃあ当たれ。スクロール出ねえだろ。俺も一応応募したんで。気持ち悪っ。ひっそりと応募したんで。汚っ。当たったらね、ここで受け渡しましょう。いやだろな、ただここからここに移動するだけじゃん。横移動ね。じゃあ行きますよ。はい、行きます。はい、それでは、スクロールします。はい、お願いします。はい、よし、よし、来た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 。行きます。下に下がって、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 上上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 。今回はツイッターのフォローとチャンネル登録が条件だったので、はいはい、ちょっとこの方のツイッターでちゃんと条件に当てはまってるか、ちょっとお調べいたします。はい、ということで、はい、今確認したら、今選んだ方がちゃんと僕たち内藤と渋谷ジャパンのフォローしてたので、発表しましょう。はい、はい、条件に当てはまってきました。はい、今回当選された方は、はい、クラデさんです。ありがとうございます。クラネさんには、はい、事務所の方からね、はい、ルームの方から、ご連絡をさせていただきまして、はい、ダンボール一つちょっとお届けをさせていただきたいと思います。でね、外れてしまった、はい、その他の方たちはごめんなさい、はい、このたくさん応募していただいたのに、はい、期待に添えず、UFOキャッチャーとかね、やっていくんで、僕たちね、はい、また景品の企画とかやりたいと思いますし、はい、そうしまして、うん、待ちに待ったオフ会の詳細がね、徐々に決まり始めてきました。そうですね、オフ会をね、まあ、僕たちやったことがないんですね。そうですね。で、まあ、ツイッターの方で言ってたのかな、うん、うん、まあ、こっちの YouTube の動画ではあんまり言ってなかったんですけど、そうですね、オフ会を実はちょっとやろうと企画してて、そうですね、一応予定としては6月頃そうですねにやろうかなって思います。はい、こちら本帰国になって2人が揃ったタイミングで、うん、そうですね、まあ、日程はまだ決まってないですけど、あの6月の土日なんで、はい、まあ、学生さんとか、はい、あと土日休みの方とかも、はい、あのちょっとまだ決まりじゃないんで、もし急に北京とかになったら申し訳ない。北京だったらごめん。北京だったらごめん、うん、北京とね、ウズベキスタンだったらごめん。そこの2カ所開催、ね、2カ所開催見てねえだろ、 YouTube オルタナチャンネル。また詳細決まったらちょっと、はい、発表するんで、ということで、うん、最後締めの言葉一人ずつやっていきましょう。まあ、競輪の段ボールの中には、はい、僕からの腕毛3本も入れておきますので、ね、ぜひぜひ額縁に入れて買ってください。額縁に。僕はね、こんなにみんな応募してくれるとは知らなくてびっくりしたんですよ。3076人も。確かに本当にだから、ね、一定50ぐらい50ぐらいか、まあ、うん、あと一桁とかあったらどうしようみたいな感じで、ね、だから本当に今回のプレゼント企画で改めてみんなにね、応援してもらって、見てもらって、支えてもらってるなって感じましたね。はい、これからもね、みんなが楽しんでもらえる作品でね、還元できるようにちょっと頑張っていきたいと思います。そうですね、面白い企画多分これからどんどん撮れると思うので、それではちょっと長くなりましたが、クラネ様おめでとうございます。楽しみなお買い動画待っててね。またぜひ次回お会いしましょう。おー、バイバイ。メガネかけた渋谷ジャパン、なんかかっこいいと思う。同意。それはない。それな、ないない。結局は腕毛、結局は腕毛。今回のおすすめ関連動画はこのプレゼントを取った UFO キャッチャーの動画です。
ぜひぜひまだチェックしてない人はチェックしてみちゃってください。